おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターパズルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日ちょっと声の音が違うんですけど、あれですね、夜勤の明けてから寝て起きてすぐ撮ってます。私ティラ寝起きと申します。よろしくお願いします。今日すでにね、チームとか企画も考えております。行きましょう。はい、行きましょう。では武器、吹雪の斧、氷属性のね、斧ですね。どっちも氷属性という極端な斧なんですけどね。鎧神秘の鎧ね、一般的な戦士で参ります。よろしくお願いいたします。お供はアンクルホンと彷徨う鎧ね。戦士とはね、お互い相性がね、二重に発動するんで HP がね、結構上がるんですよ。これで HP がね、3192。うわ、マジか。お前頼もしいな。さあ、そんな中大地が揺れております。まさかあれは、戦士の前に、この戦士パーティーの前に出ましたよ、魔族の王。一時はね、私のミニモンチームに殺された悲劇の魔王デスピサル登場です。勝てっか。これ主人公で大魔王全然やったことねえんだよな。そうそう、主人公パーティーでやったことねえからな。じゃあ行きましょう。で、主人公で僕やるにあたってやっぱり怖いんですよ、つばぜり合いって。スペシャルカード発動。主人公で大魔王を挑む場合はやっぱりつばぜり合いがすごい鍵になるじゃないですか。なので、まあとりあえずデスピサーの攻撃多分3240もあれば耐えると思うんで、まあ、ここはつばぜり合いを有利にするために1ターン目に凍てつカードを打ちます。さあ、アンクルホンのバギーはね、デスピサーに弱点をつけますね。ねえ、強いね、本当にね。戦士でやっぱ呪文を伝えるってね、頼りになりますよね。さあ、サマヨレも頑張って。オッケー。いいよー。ね、やっぱりね、翼で勝った方が勝てるっていう理論もありますからね、大魔王戦においては。だから、恐怖の爪痛いんじゃない？これ結構。うぃ、マジマジ？マジですか、あなた。さあ。さあ、吹雪の上、ダイヤモンドダスト。どうなんだろう。聞いてねえな。まあまあ、つばぜり行きます。ね、大きなつばぜり見せてあげますよ。こうすることでね、5つカードをかけたことによってつばぜり合いがだいぶ有利になるはずなんですよ。お、いいですね。あとは僕が連打してどれぐらいか。さあ、寝起きの連打をお見せします。行きましょう。大丈夫だ、俺は心臓まで勝った男。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これで勇気負けは絶対いない。勇気負けは絶対いないですね。オッケー、オッケー。これによりね、あとは3100まで消せれば勝ちというね、展開が生まれますね。まあ、これはもう勝ち筋っていうか、大魔王戦においての勝ち筋はこれなんですよね。なんでデスピサルが来るんですかね、ちょっとね。ちょっと勘弁してほしいんですけど、まあそんな勘弁してほしいんですけども。さあ、ここから3100まで削れるか。さあ、次の前に行きます。彷徨う今度は。はいはい。はい、オーケー。かっこいい。かっこいいよ。あ、いてはこれね、勇気を貯めるにおいて、やっぱり、こう、いてつかどされるっていうのは結構嫌なんですよね、確かに。これでね、ライモンを倒せないってことも過去に何度も経験してきましたからね。はい。大魔王からしたらこれが勝ち筋みたいなのがありますからね。6ターン目まで耐えれば勝ちですからね、言うてしまえば。さあ、アンクロンがまた再びバギーまでね、安定した火力をね、ほんと安定してんね、君。ここまでは順調ですよ。さあ、このターンに勇気が貯めれるともういいんですけど、これ分かんないね、命中によるっていう部分もあるからね。はいはい、オッケー。いいよー。ギリギリ溜まるか溜まらないかっていう感じですね、これ。さあ、大気が凍りついた。マヒャドギリ。ギリギリ溜まるかな。おー、溜まった。オッケー。あうーい。やめなさいよ、あなた、そうやってさ。そういうのやめてくれよ、マジでさ、そういう。何、ラフプレイやめよ、そういう。ここまでは順調だ。
このターンに仮に凍てつく波動されてしまうと削り切るしかないっていう巻筋が今私生まれておりますが、大丈夫です、勝ちましたあ、大丈夫です、勝てますね。はい、このターンに2400食らったらもう僕発狂するもん。あ、大丈夫やね。ねえ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 、君たちちょっと暗い、君たちちょっと暗いすぎじゃないですかねえ。さあ、これが本当のホーントレイン。はい、避けられていく。何をするんだ君は。さあ、次の前、今度は。はい、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 はい。まあ、もう、勝ちはね、当然なんでね、はい。もう、ニュートラルで勝てますね、ニュートラルで。はい。さあ、いけ。やたら避けられますけど、まあ、勝ちですからね、はい。なんか、急になんかね、向こうに逆転補正みたいなの働いてますけど。もう、勝ちは勝ちですからね、はい。まずはね、勝ちをいただきました。ありがとうございます。いやー、よかったよかった。大魔王戦、主人公よりと翼で勝たないとなんか勝てないみたいな、そういう感じがあって、ちょっと怖いですよね、僕。いや、それがモンスターマスターの利点とも言えるんですけど、まあ、翼で行動潰せないって、お前、欠点ではあるのよ。絶対勝てる自信があれば、大丈夫だもんね。さあ、ホイミンに。ホイミン、ホームランだよね、これ、完全に。さあ、究極バスですが、どっちかといえば、ホイミンだけが頑張っています。ホイミンだけが頑張っています。飛んできました。レスキザルに飛んできました。ホイミン戦は3200も出せる世界やったらすごいよな。オッケー、よかった。やっぱりね、もちろん大魔王を普通倒したらね、あれがありますよ、恒例のね。はい、もうスキャバトでも恒例になりました、赤目の大魔王です。厄介な。いや、もうモンスターマスターの時はミニモンだけで倒したけどさ、どうなんだろうね今回。主人公を入れて一人で魔王を倒すなんてやったことないんじゃない僕。じゃあここはね、普通に行きましょう。さあ、この赤目デスピサルは何してくるか全然わかんねえな。なんで僕マチカルミニモンで勝てたんだろうなって今私考えてますもん。ミニモンで勝った日々がありますよ、こっちには。え、硬くない？え、そんな硬いの？ねえねえねえ、結構硬くない君。ちょっとやばいやばいやばい、待って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 、ねえねえ待とう、ちょっと待ってこのパーティーにそんなぶちかませてくんのやめて、ちょっと待って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 、ちょっと頑張って。オッケー、ナイス、オッケー、ラッキーラッキーラッキーです。それはマジででかい。魔法の盾でガードするのでかいよ。さあ、頼むぞ。はい、オッケー。結構身の回りが高いんだな、向こうの。さあ、これが本当のホントレイン。すいません、行きましょう。うわー、待って待って、これ緑でやった方がいいんじゃないか。緑でやった説、やった方がいい説あるか。緑で行きましょう。1、2、3、緑でやったら、たとえ負けても光の玉使いも追いつける可能性があるからね。できれば勝ちたい。来てくれ、やったー、やったー。緑で勝てたのはマジででかくないか、これこれマジででかいな。緑で勝てたらだいぶでかいよ。ローリスクハイリターンよこれ。オッケーオッケーオッケー、あとは頑張って削ろう、頑張って削ろう削ろう削ろう。ただ身の守り高いね向こうの。そんなに硬いの？さあ、あとね、うまいこと削れるかどうかにかかってきてるとこあるからな。恐怖の爪、やばい、本当に恐怖だな。火力どんぐらい強いんだ。やばい、やっぱ身の上35ランクの方に狙われるか。お前打撃弱いもんな、お前。うえわ、うよよよよよ、暗いすぎでしょ、ちょっと。
ちょっと待って、これ削り切れんのかな。あー微妙だなこれ。うん、いけ、いいよ、しっかり当てていけば大丈夫だよ。当てないと多分きついからね。はい、いいよいいよ、はい、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ大丈夫だ、しっかり当てていくしかないよこれは。かなりね、向こう硬いね、思った以上に。これどうなんだ、削り切れるか、ちょっと試すぎないよ。うわー、やばい、ちょっと待って、やばくないか、ちょっと待って、ちょっときつくない、ちょっときつくない、ねえ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 、ガード、あー、うるるるる、やばい、ちょっと待って、やばくないか、これはやばいか、いや、勝ち筋、勝ち筋はね、まず当ててくれ君は。 OK 大丈夫だ、諦めません、僕はいつだって諦めてませんから。天使の足しましょう、天使の足すれば絶対倒れても大丈夫だからね。で、3851だからしっかり3人が攻撃を当てれば勝ちになる。で、怖いのはここで5つカードされることなんですけど、多分5ターン目は攻撃技だと思います。てかそうじゃないと困る。バギマどうだっけ、出んの火力。オッケー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 、あと1体当たればいい感じになってない、これあと1体さえ当たればいい感じになってない、ちょっといいよジョニー、よしよしよし、大丈夫だ大丈夫、3336ならとどめ圏内になってるなってるなってる、絶望の技し、大丈夫大丈夫、これはもし仮に食らって倒れても天使の歌あるからね、大丈夫、終わんない終わんないよ、オッケー、オッケーね、これしっかり当てていけばとどめ一撃にね、だいぶダイモンダスト命中チックの出たな、これこれ当てればね、もうとどめ一撃に余裕が出ます、オッケー、よっしゃよくやった、すごい、いや、いけるもんだね主人公、つばぜり合い勝たないとってとこはあるんだろうな。じゃあ最後はね、もう3100なら削れるでしょう、はい。いやギリギリメイクアップ圏内なんですけど、今一応3340なら、でここはまあとりあえず、はい。もうこんなに余裕あるんで3000も削っ切っちゃいましょう、はい、トルネコでいきますよ、僕の大好きなトルネコでいきますよね。4章ではね、もう自由の章と言われて、トルネコでね、はい。もうおじさんたちも、全然知らんおじさんたち出てくるけどな、途中からな。ブライトかライアンともかくな。いけおらのおじさん、いけいけいけ、やった勝ったやった勝ったじゃないんですよね、ほんとにもう。やったねー、やったよー、勝負あり、見てる。はい、というわけで今回はね、初めてか、ほぼライブでは初めてなんじゃない、あ、ライブじゃない、動画では初めてなんじゃないかな、やべえ、寝起きることができる、あ、主人公、そう、主人公で大魔王を倒すの初めてじゃないですかね、はい。いや、よく勝てたな。こんな寝起きでよく勝てたな、すげえな。はい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。また次回の動画で会える日を楽しみにしております。ありがとうございました。